お名前と年齢を教えてください。はい、岡田ひと子です。ももちゃんと同期の22歳です。ご出身は？出身は島根県松江市です。松江市。山下さんが結果行動力があって結果を残す人って言ってたんですけど、まだそんな結果を残すとかの次元に全くいないです。なんでこれから成長して結果を残せる人間になっていきたいと思います。うん、どんな結果を残したいですか？これ打ち合わせの時に一級建築士運動の話をちょっとしてたんですが、先日部長との会話の中で、二級建築士が取れて安心してる時間はもう終わったと、それをお前は生かせてないんじゃないかって話をしてもらって、そこでいろいろ考えて、確かに取って取りっぱなしで気抜いてたなって思ったので、一回その試験のために勉強したことや今まで仕事の中で見てきたものをもう一回自分で勉強して実務に活かせるようになるっていうのが、ちょっとあんまり具体性はないんですけど、今目先で出したい結果ですね。とりあえず一級建築士の目標は保留。それでがちゃんとできるようになったら、いずれ一級を目指したいって言える人間になりたいです。いずれか。ちなみにその一級建築士になりたかった理由とかは？小さい頃からの夢が一級建築士でした。建物が出来上がっていく様子とか、できた時に景色が変わるのが好きで、建物を作ることにちっちゃい頃から興味を持ってました。6年3組だったから、この中のどっかだな。これだね。それか。建築家になることです。ちゃんと書いてる。しんちゃんのページないの？しんちゃんのページはね、これかな。ちゃんと文章も書いてあるね。そうだね。建築家スケールでかいこと書いてるあたりがね、ビッグマウスの私っぽいよね。かな。大丈夫。松江に住んでた期間が長かったので、その松江のお城とか橋がある景色が好きだったのも、建築やりたいなって思うきっかけとして大きかったですね。ちなみに今鳥取東部に住んでみてどうですか？松江、米子、鳥取って住んでるんですけど、鳥取もすごく住みやすくていいところですね。なんで私は鳥取に帰ってきても、帰ってきたなって思うんで、もうすでにホームタウンです。ふるさと。ふるさとですね、ここも。なるほど、わかりました。趣味は人とおしゃべりすること、あとは小さい頃からピアノ習ってたので、今は家でシンセを弾いてます。建築はどこで学んだの？建築は松江はあまりそれちゃんと勉強するとこがなかったので、米子高専で勉強しました。松江から通って？いや、5年間寮に。あ、寮？そう、寮暮らしだった。高専は女性のイメージが少ない。そうですね、高専自体は 30% ぐらいで、米子高専は女子率高い方でしたね。建築は半分女子でした。結構いる。国費工務店に入社した経緯は？入社した経緯は4年生の時、まだちょっと進学を考えたような時期なんですけど、合同企業説明会、でちょっと掛け引き工務店のブースも覗いてはいて、そこで会社の存在は知ってました。で、5年生の同じ説明会の時に、その時も完全に就職希望になったんですけど、また掛け引き工務店のブース立ち寄ってみたら、総務の初田さんが私が1年前に来たことを覚えてくださってて、それが最初のきっかけですね。で、それから会社見学に来ることになって、その時に工事部の押方さんと牛尾さんと初田さんと3人ですごく現場の話をしてくださって、高専の先輩の牛尾さんが
働いてる様子を聞いたのもその憧れとか、うん、安心感とかを持つきっかけになりました、うん、でその時にあこの人たちの部下になって働きたいなって思ったので入社を希望しました。いい話ですねあなたにとって男前とは何ですか？男前とはでも私が尊敬してる人たちに共通するのが相手とコミュニケーションを取るときとか会話するときに真摯にこう真剣に対応してくれる人。入社して何年ですか？2年目です。2年経っていかがですか？1年目では一人暮らしになって新生活になれるので精一杯でしたね。あと同じ現場に同期がいたので結構同期に甘えきっちゃいました。その後にここのノバリアの現場に配属されて同期と離れたことで意識がちょっと変わりました。ここで1年ぐらいかな現場にずっといて上司や先輩の背中を追っかけてるうちに憧れとかも生まれてきて頑張っていきたいなって思い始めた2年目です。ではこのノバリアについて少し教えてください。はい、障害者スポーツを推進していこうという推進してスポーツに関われる人を増やしていこうというユニバーサルデザインの大工さんです。段差がなくフラットなので車椅子での出入りができます。建物的に特徴的なのがこの天井で CLT っていう木の主成板と鉄骨が組み合わさった今までにない構造らしいですよ。このクロスしてると力がどうとかってあるんですか？難しいことはよくわからないですけどなんかこれのためにこの計算して作られた無重力効果とか浮いてるみたいでかっこいいですね。次はご自身のことを少し聞かせてください。はい、私のこと周りの環境が大好きなので生きてて楽しいです。周りのことが大好きなので自分も周りから愛されたいと思って生きてるので愛嬌は大事にしてます。一番楽しいこと、こんな風に同期とおしゃべりしたり周りの人たちと関わってる時に楽しいなって思います。ありがとうございます。では次のお困りを紹介してください。誰にしよう思い浮かぶ人がいっぱいいすぎて今絞りに絞って4人、その4人について教えてください。はい、まず初田さんはさっきもちょっと喋ったんですけど私が客費工務店に入社を希望するきっかけになった方です。すごく柔和というかあったかい方で周りをよく見てらっしゃるなと感じて私のこともよく見守ってくださってるなって感じてます。なんですけど対外的なところではピシッとしたビジネスパーソンって感じでその切り替えがもうめちゃくちゃかっこいいんですよ。これがマジでスーツの似合う理想の大人って感じの生き方ですね。はい、2人目、星方さんです。この現場でお世話になった上司です。星方さんはすごく周りの空気を良くしようと明るくで私みたいな新人に対しても細かいところまですごい丁寧に説明してくださいます。私が押し方さんに特にかっこいい押し方さんなんて素敵な方なんだろうと思うきっかけになったのが私岡ちゃんって呼ばれてるんですけど岡ちゃんはネガティブなところがあるからいろいろやったらしんどいだろうけど俺は何もできない子になってほしくないからいろいろやらせるよ、それで怒ることは俺が責任取るからって言ってくださって そんなこと言ってくださる方がいるんだなと思って感動しました。もう言ったことない。じゃあ3人目の
本人で。本人で上田さんです。上田さんはとってもフラットな方です。誰に対しても対応が同じで、メールを開発。機嫌で話の内容が左右されているところとかを見たことがないので、一緒にいてすごく安心感があります。上田さん、何かを説明してくださるときに絶対結論とか最終的にこうしたいっていうビジョンを、伝えてくださってから道筋を説明してくださるのでめちゃくちゃ分かりやすいんです。その俺でも私ができてないときは何やっとるわって言いつつ もう何回でも何回でもいろんな工夫して丁寧に説明してくださって、それで私ができたときはさあさあさあ赤ちゃんできるよって褒めてください。現場の外に出てて楽しいなっていうのを教えてくださったのは上田さんです。最後5人目、三島部長です。三島部長、工事部の三島部長、部長はすごくいつもどんと考えて熱心に後ろくださる感じの方です。私最近特にちょっと部長からいろいろお話をいただいてしまう機会が多かったんですが、今現場なんか担当するのがあるんで、今ちょっと現場いろいろと話してて、これ先日ちょっと部長と一対一で私のいろんなところに対していろんなご指摘いただきまして、振り返るきっかけを、自分を振り返るきっかけをくださいました。多分部長にあそこまで熱心にお話ししていただいてなかったら、自分のことをゆっくり顧みるタイミングってなかっただろうなって、それは怖いなって思います。なんで部長にここまでこういろんな話をしていただいて熱心にご指導いただいたので、これでなお成長できなかったら私まずいなって、ちょっと心持ち引き締まってたような感じですね。部長はすごくかっこいい理想の上司っていう感じですね。部長はうちのリチャードギアバケビンコスなのかリチャードギアバ似てますね。じゃあその中で誰にしますか。え決めらん絶賛がすごかったもんね。なんか男前しかいないですね。そうだろ、うちの上司決めらん、みんないい人だ。